はい、はい、石炭火力発電所を削減していくという方針が出されました。旧式石炭火力9割削減するということですね。100基を廃止するのに相当するということですけどね、これ私はね良くないと思うんだよね。なんかそんなに目の敵にするものじゃないと思うんですよ、石炭火力は。まあ石炭火力といってもとても最新鋭のね素晴らしいものと古くて効率の悪いものとかいろいろありますよ。でもちろんね新しいものを残して古いものをなくしていくということですけれども、だで、あ、いや本来であればね古いやつは新しい石炭火力に切り替えていかなきゃいけないのに、今ある新しいのだけそのまま残して古いやつをただ単純に、ね、削減するということで石炭火力が担うシェアを今後減らしていくということなんですけども、これは良くないですね。あのエネルギーって偏らないのがいいんですよ。ほら例えばね原発全部止まったとかあるじゃないですか。もしくはね、中東の危機があったら石油入ってこないとかあるかもしれませんよね。そうなった時に、どっか一つに、頼り切っちゃってると、これエネルギー安全保障って言うんですけども、エネルギー安全保障上良くないんですね。誰か書いてるけどリスク分散なんですよ。でこう分けて置くから例えば特別なんとかガスが高くなったりとか、紛争でこれが入んなくなったりとかしても、まあなんとか他のを拡大することで賄えられるわけなんですね。だから東日本大震災の後も全原発長い間止まりましたよね。まあ、最初はね原発に限らず、東北地方の、あらゆる発電所が止まっちゃったので全国的に電気不足ありましたけども、それでもやっぱり原発はもう長年動かなかったけども、火力発電とか、ね、水力発電とかどんどん立ち上げていったのでもうすぐ電力不足解消したじゃないですか。だから全原発が止まってもバックアップできるようになってるんですよね。だからやっぱこれ分散してるからなんですよね。でその石炭火力も重要な、電源の柱ですから、これをですねどんどん削減していっちゃうっていうのはちょっとですねよろしくないですね。いや古いやつを廃止するのは結構だけども、その分新しいものにね、石炭火力を廃止したらその分新しい石炭火力に切り替えていかなきゃダメだと思うんですよね。ちょっと経産省はねもうひたすら原発を動かしたい一心なんですよ。なのでこのエネルギーバランスをね、だってほら今原発なしでこう賄えちゃってるんですよ今ね。ところに原発をグググッと増やしたいから他を減らそうとしているわけですよ。だからもう原発ありきのこの原発をフルで稼働していくというありきのエネルギー計画を立ててるんですけども、いや非常にですね不安定になると思います。まあ、ちょっと読んでいきましょう。経産省は二酸化炭素を多く出す低効率の石炭火力発電所による発電量を2030年度までに9割削減する方針を固めた。地球環境温暖化策を重視する姿勢を打ち出した考え。だが高効率な石炭火力は引き続き利用建設を認め、石炭火力を安定的な電源として重視する考えも変えない見通し。まあ、とは言ってるけども実際計画見たら新設ほとんどしない、ひたすらあの古いやつを、廃止するだけということなんですね。はい、政府は30年度までに総電力量に占める石炭火力の割合を 26% にする目標を掲げているが、今は 32% に上がり、天然ガス LNG 火力に次いで多い。石炭火力の新設計画も多く、このままでは現状より石炭火力の割合が高まる可能性も出ている。そこで経産省は近く有識者会議を立ち上げ、低効率の石炭火力の発電量を削減する具体策を検討する。電力会社に対し発電量の上限を設けることなど想定しており、関連する法整備も急ぐということですけどもね。まあ、ここにですね朝日新聞ですけども、ちょっと、経済面の方ですが、脱石炭火力世界の潮流って書いてあるんですよね。日本震災後に依存高まるということなんですね。はい、まあ、そこで2030年のこのバランス見てみると、現在 32% あるのを 26% まで減らすということ、それから LNG が 38% になっているのを 27% まで減らすというんですね。まあ、再生可能エネルギーが増えるのはいいと思いますよ。今 17% これを22から24に増やすというんですね。で今原子力 6% ですけども、これを20から22% まで増やす。まあ、で石油は今7割ですけど、ごめんなさい、7割じゃない、7% ですけど、まあ、これは 3% まで減らすっていうんですね。いやこれちょっとねバランス悪いなと思うんですね。
なんで石炭炊いてると思います？なんか石炭ってタイタニックじゃないんだから今更石炭かよって感じするじゃないですかでもね、石炭ってこれ今はあの外国から買ってるんですね。あのオーストラリアとか、オーストラリア安いからオーストラリアとか買ってるんですけども、石炭って国産電源になりうるんですよ。今高いから日本の、ね、石炭、まあ、鉱山から炭鉱から掘ってないけども、いざとなったら例えば戦争始まってね、オーストラリアから船で移動すると中国の潜水艦からやられちゃってね、やばい、オーストラリアから石炭運べないじゃんって言っても大丈夫ですと、はい、北海道とかね、九州から普通に掘れるんだから、いざとなったら国産エネルギーに転換できるんですよ。で、今ある石炭発電所そのまま使えるわけよ。北海道から取ってきて、はい、そのままできるわけだから。でこれ、これね、エネルギー安全保障上やっぱ石炭って重要で、いざとなったら国産化可能。これないでしょ。例えば石油、まあ出ないことはないけどきついよね、高すぎて少なすぎるでしょ。だから石油をそのままじゃあ国産化ってこうできないわけですよ。LNG って言ったって、無理でしょう、ないから。まあ、北海道の、ね、沖を開発すればですね、メタンハイドレードとか出るらしいんですけど、それはもうちょっとまだ先の話ですよね。ですからあの LNG 火力を国産化ってこうできないわけですよ。それを考えたら、ある程度石炭火力のね、あの設備を持っておいて、いざとなったら国産で炊けるというね、でもこれってものすごい力になるわけですよ。はい。あとそれからあの石炭火力って安いんです。LNG とかね、通常の石油火力、石油火力発電とかに比べると安いんですね。はい。ただ難点があって、まあ、排ガスがねよろしくないということと、あと、CO2 がいっぱい出るというこう難点があるわけですね。でも日本ってすごいですよね、これを克服してきたわけですよ。まあ、排煙脱硫装置とかをしっかりつけて、非常にクリーンな、まあ、排気ガスをクリーンにすることに成功しました。あとそれからね、二酸化炭素を出すっていうのはこれどうするか、それはそうですよ、燃やしたら出るに決まってるじゃないですか。じゃあどうすんのって言った時に、とことんまで効率を高めたんですよね。これまあ GTCC と、あ、じゃない、IGCC か、 IGCC って言ってますけども、石炭を粉にして効率よく、炊けるようにしたんですね。ですから、まあ、従来よりも倍の効率になったわけですよ。ということは、同じ発電をしても出る二酸化炭素の量は半分ということですよ。だから効率を高めることによって少しでも二酸化炭素を出す量を減らしていこうとは、まあそれでもね、 LNG とかに比べるとまだ出るんですけども、それでもかつてに比べると相当ね縮めてるわけですよ。だから古いものをね、廃止するのはいいと思います。非効率だからね。でもその分ちゃんと積極的に新しいもの、例えば100廃止したら100新しい発電所を作ってですね、そこでどんどん効率化したものを回していくっていう風にしないと、なんかね、石炭イコール悪みたいになってるんですよ。これはね、世界ではそうです。基本的に発展途上国って石炭発電所多いんですね。なぜかって言ったら安いからですよ。しかもね、古いので、ね、発電してんです。それを日本が出ていってね、各国にある古い石炭火力発電所を最新鋭の、ね、石炭火力発電所にね、建て替えてあげたりとかしてるわけですよ。で、日本は石炭火力発電所を、ね、輸出してるんですね。だから、かつては環境に悪いものって言われていたけども、日本が作る石炭火力発電所は非常にいいものだということで、これを押していかなきゃいけないんですよ。世界が石炭火力発電を、ね、目の敵にしたときに、ちょっと待てと、それで、そういうこと言うなと、新しいやつは違うんだっていうふうにガンガン押してって、いや、だったら、世界で石炭火力やめようじゃなくて、いや、日本製のプラントを入れろと、こういうふうにですね、持ってってほしいんですよね。はい。だからね、これね、もの、グレタとかに惑わされちゃダメよ。石炭火力の魅力をちゃんと見なきゃダメですよ。やっぱね、バランス取ってたんだから、やっぱね、国産のエネルギーなんだよ、これは。これも一番強いですよ。そうなんです。これは減らしちゃダメです。いざとなったら掘れるんですから。はい。ドイツってね、すごいなと思うんですよ。ドイツって、
機関車、石炭で走る機関車を保存してるんですね。で整備してるんです。まあ日本もありますけども少ないですよね。あれ走るともうイベントになっちゃうぐらいですね、まあ、少ないですけど、ドイツって結構多くの機関車をそのまま整備して、いざ戦争になった時にもうそのままね、あの石炭を掘ってそのまま走らせられるっていうね、そこまで考えてるんですね。軍事用に使えるわけですよ。まあそうね、だからね、あの電気で電車を走らせるっていうのは、それはね、あの電気がちゃんと作れるときはいいんですけども、いざとなったとき石炭があるけどどうするって、石炭でね、そのままだから石炭で電気作って電車動かすぐらいだったら、もうね機関車そのまま石炭機関車走らしちゃうっていうのもね、手もあるぐらいなんですね。はい、というわけで、ちょっとねこの経産省の方針は、もう経産省なんかも原発動かしたいだけですからね。そのためにも何でもありみたいな感じですから、いやもっと全体を見てほしいんですよ。これ減らしちゃダメですよ。あと LNG 減らすっていうんだけども、これも減らしちゃダメなんです。なぜならば LNG 火力の最新鋭のものはですね、まあ、GTCC っていうんですけども、もうこれはですね、あらゆる電源の中で世界最高効率のものを日本が作ってるんですね。日立、東芝、三菱ですよ、ねえ。だって発電効率で言ったら世界最高レベルですからね。だからちょっとのエネルギーで、あのたくさんのエネルギーを、たくさんの電力が取れてるんですよね。だからこれを減らすっていうことは全体で非効率になるわけなんですよ。だからね、 LNG の比率を減らすっていうのはこれはダメですね。ですから、今ね原発が抜けてなんとか、発電してるわけです。今、6% ですけど、2018年の実績 6% ですから、それ以外でね、なんか再生可能エネルギーも増えた、最高性能の LNG ガツンと増やした上で石炭も多少増やしてるわけですよね。はい、というわけでですね、今なかなかいいバランスなんです。それでいて原発もありますからね、なのでね、これ、非常にいいバランスだと思うんですよね。こんな恣意的に変えちゃいけないなと思います。はい、とにかく石炭火力は安い、いざとなったら国産化できる、ね、それでいてちゃんと、公害問題もクリアしてるっていうね、こういう魅力をですね、ちょっと、はい、抑えてほしいですよね。だからこう、これ朝日新聞ですけど、朝日も産経もそうですけども、なんか石炭火力って環境に悪いという前提で語ってますけども、いやいや、そもそも本当に石炭火力環境に悪いのかっていう、こういう疑問を投げかける記事をなんで書かないのかなと思いますけどもね。まあだから、あの記者クラブ制度の限界ですよ。記者クラブが発表したものをそのまま書くだけになっちゃってますからね。でそれに対して反対意見書くと、記者クラブの中で肩身狭い思いをするわけでしょ。だから象徴批判は基本的にできないっていうのが日本のね、構造ですよ。ましてや朝日新聞なんかさ、環境とか言って噛みついても良さそうですけど、それ朝日もそれしないんだからね、それじゃ無理でしょ。省庁が言う言いなりになっちゃいますよね。